どうもお疲れ様です。今回もシートの方を添削していこうかと思います。今回のポイントはここに書いてますね。えー、っと、利益ポイントが黒い太線で、レンジトロンゾーンがね、いつものような、あこうやって枠で書かれてますけども、一つ目はこれは正解じゃないですか。こういう風に上から入ってきたのが、えー、っと、ここでレンジを形成して、それに早く気づけると、レンジ内オプションで利益が取れたなってところですよね。そのうちに材料が入ってきて、 えー、反ね戻しがあり反ね戻しがあった後にこのヒゲでですね下に行く力が抑えられたかなと思ったんですが抑えられずに下の方にドカンと突き抜けてもう一回下ヒゲで否定されたんだけども結局否定しきれずにこれは稀なケースですけどもね下ヒゲが出たんだけども下に向かっていったということでここで、えー、レンジが形成されましたそのレンジの後でブレイクなんですけども結局下から上に 巻き上げるような、ヒゲを作るようなもうエネルギー、まあ、つまりは、あのポジションが決済されてしまったんで、今回は止まらなかったみたいですね。ドカーンと下まで落ちていったということころです。で、ここで急速に買い戻されて、値段が落ち着いたというところと、あとはここでね、また特徴的なやつは、陰線と溶線の実態が揃ってるっていうことが結構多いんですよね、こういう時って。こういう時ってのは、あ跳ね返って上の方に行くことが多いんですけども、実はそうなったかなって,ってこところですよね。 で緑枠のところでは大きなレンジが形成されていますよね。これがなんか一つのレンジ軍団みたいな感じです。その中に小さなレンジがいくつかあるよねってことですよね。で、えっと、ひげ先と実体の間でゾーンというのが形成されているところもおおむねこの通りじゃないですか。もうお十分理解できてると思いますんで、いちいち説明はしませんけども、そういったところと、あと赤丸ですよね。赤丸のところは、ハラミ足なんだけども、これは下髭を出ているところを見ると、 しかも2つ目の要線がですねいつものこれですよね実体あれ実体がこうあって上ヒゲと下ヒゲが大体均等な感じでねどれも同じぐらいの長さのひげ実体ひげこれっていうのはその次が陰線か陽線かっていうのを見ていくとよくわかるんですけども陽線だったんでそこから三平四平が起きて上の方にドーンと、うん、抜けていったってことですかねうんあこの辺もよろしいではないですか あとはそうですね。利益ポイントもそれぞれなぞられているところがあるので、この利益ポイントが発生した瞬間に気づいて、そして、その技術とともにエントリーする勇気が、精神力があるといいですよね。そうすると、さらに、えっ、ー、と、利益ポイントっていうのは増大していくと思います。で、これは、ここ、積み足ですよね。 包み足からサンバガラスができていくのとサンバガラスも二つ目はともかく三つ目四つ目と徐々に大きく育っていってるところなんでこれはどこでセル入ってもここまでがね取れていたかなってところですからどこでセル入ってもよかったと思いますこれは戻り売りを狙えるところでもありましたしねでここで全部で切って下ひげを長く出したところでさらに反対側に向かっていったところでしょうかここで利益ポイントって書いてますけどもここで利益を取ることもできますけどね それはこの下ヒに気づいたのと、あ、もう下に行く流れが終わったかなっていうところに気づけるかどうかです。その際、この線っていうのは、ちょっと引くのはまだね、難しかったと思いますね。引くなら、こう、実体のところから合わせて引いた方がいいかなと。うん、そんなところかな。はい、ここもおおむね、引き方としては全然間違ってないですね、こことか。ここもそうですけどね。 じゃあ今回の解説は以上ですね。そんな感じで振り返ってみました。あと、いろいろとお気づきのところがありましたらまたまとめてください。それではお疲れ様です。